こんにちは、ナオジーです。本日はですね、先日といってもまあ結構前になってしまうんですけども、こっそり買っていたスニーカーがありますので、そちらを今日は開封してご紹介したいと思います。それはですね、こちらでございます。スニダンですね。最近僕の定番のお店となっておりますけども、スニダンで買った商品を開封したいと思います。もうどのスニーカーかはサムネで皆さんお分かりになっていると思いますけども、ちょっと経緯なんかは開けながら説明していきたいと思いますので、早速ちゃちゃっと開けていきましょう。前回の動画でもちょっと予告してましたけども、本当はねもうちょっと早く開ければいいんですけども、なかなかちょっと開ける時間もなくてできなかったたりしたし、旬は完全に過ぎてますし、そもそもこのスニーカー自体ね、そんなに人気のあるモデルではないので、そんなに興味のある方もいらっしゃらないかもしれませんけども、最後までねお付き合いいただければと思います。はい、ということで本日紹介するスニーカーもまた AJ1 ですね。 AJ1 のボックスです。早速開けていきたいと思います。それでは行きます。せーの、パカッと。おお、もう中身が見えましたけども、こちらでございます。おお、うわすごい、うわ今日もすごいぞ、すごいです匂いが。あ、そうでもないな、開けた時はこの溜まっていた匂いが一気に出たのかな。うん、今はそうでもないですね。はい、ということでスニダンで購入してますので、いつもながらこれですね。はい、これはいいとして、はい、スニーカーがこちらでございます。おお、いや結構かっこいいと思うんだけどな。僕は結構この感じ好きなんですけど、まあ巷ではねそこまで人気がないですかね。では全部出しまして、スニダンのステッカーが変わりましたね。このアプリとかのマークと同じ感じになりましたけども、このステッカーの方がなんかいいですね。本日紹介するスニーカーはこちらのナイキエアジョーダン1ハイ OG のエレクトロオレンジというモデルになります。購入した経緯を簡単にご説明してから全体見ていただこうと思うんですけども、こちらのモデルは発売が当初から少し延期になりまして、最初何日だったかな、ちょっと覚えてないんですけども、最終的には7月の26日に発売されまして、それが月曜日ということで、ジョーダン1とかは土曜日発売が多いんですけども、月曜日にずれ込んでしまったので、仕事だったのでスニーカーズも含め、挑戦することができなくて、仕方なくですねこのスニダンで購入するといった経緯になってしまったんですけども、まあ多分挑戦していても同じ結果だったと思うんですけども、スニダンの方は割引のクーポンがたまたまあったので、クーポンを使って購入させていただきました。なので定価が 19,250円なんですけども、僕が購入した金額は 18,700円ぐらいなんで、500円ぐらいは安く、定価より安く購入できたということなんで、結果的にオーライだったかなといったところになります。こちらのこのエレクトロオレンジなんですけども、パッと見ね、なんか見たことあるなと思う方もいらっしゃると思うんですが、一応こちらはかの有名な AJ1 で、今すごくプレネもついておりますシャタバのカラーを使って作ったモデルと言われておりますね。基本的にはこのヒールとかこの辺ホワイトを随所に使って、あとはこのシャタバで使われていたブラックとかこのオレンジですねのカラーを取り入れた、まあシャタバに似た一足ですね。当初僕はもうちょっと人気が出るんじゃないかなと踏んでましたけども、結果的にはそんなに人気が出なかったといったモデルになりますけども、僕個人的にはですけども、第一印象、最近主に AJ1 しか買ってませんけども、かなりねカラー的にはすごくかっこいいですよ。白が貴重なんで履いても合わせやすいと思いますし、でちょっとつま先がねつま黒っぽく黒も使われてるんで、うん、でオレンジがねそんなに主張していないというか、ここのサイドの部分とこのアウトソールだけなんで、すごくね合わせやすくていいと思うんですけどね。なんでこれがこんなに人気が出ないのかはちょっと謎ですけども、物的にはねすごくいいです。早速ねサイドから見ていただきたいと思うんですが、特徴的なのがこのオレンジの部分ですかね。ちょっとねこれ動画でお伝えできるかなんですけど、このオレンジの部分ライトが当たってるんでお分かりいただけると思うんですけど、ちょっとこうテカリがあるラメが入ってるようなちょっと光沢のあるオレンジを使ってるんですね。これがね非常にワンポイントで入っていてすごくいいかなと
思います。これでもねお分かりいただけると思うんですけど、このね上の部分がこうちょっとテカテカしてるのがお分かりいただけると思うんですけど、光の当たり具合でもあるんですけども、生地がもともとこう光沢感があるやつを使ってるんでちょっとテカテカしてますね。全体的にテカテカしちゃうとちょっとねケバくなっちゃうんで、まあそういった意味ではこうワンポイントねヒールの部分に入っているのは非常にいいかなと思います。では続けて、ウイングロゴですけども、寄ってみると今回のウイングロゴは通常の OG 仕様ということで型押しタイプのウイングロゴですね。で TM も入っております。これを見ていただくと、このウイングロゴの周りの白のレーザーですけども、これは結構脂肪感があるレーザーを使ってますね。最近多い脂肪感ありです。で、スウッシュの周り、こちらはちょっとウイングロゴとはまた違った脂肪感ですよね。こう見比べてもらうとちょっと引いた感じの方が分かりやすいかな。でヒールも同じ感じですね。ヒールとこのスウッシュ周りは同じようなレザーですけども、ウイングロゴのところだけは若干ちょっと脂肪感っていうかが多いですね。これはまあ個体差なのかあえてそうしているのかはちょっと分かりませんけども、まあ見た目上ちょっと違いがありますね。つま先側のこのブラックのレザーはオリジナルモデルのジョーダン1とかにも使われている脂肪感のないツルツルとしたレザーですね。こう見ていただくとお分かりいただけると思います。こっちの内側もそうですね。このつま先側のレザーは脂肪感がないツルツルとしたレザーですね。まあちょっとシワはありますけども、これは個体差なのかな。このスウッシュ周りはね結構脂肪感というか結構シワが多いレザーですよね。ヒールの部分もこう見ていただくと、ウイングロゴのところはかなり脂肪感がある、このシワがねかなり入ってるレザーを使ってますよね。で、内側ですね。内側も同じデザインですね。で、ヒール側ですね。今ちょうどねこのテカテカしたのがお分かりいただけていると思います。まあこの辺の作りはいつものジョーダンと同じですかね。次上から見た感じはこんな感じですね。シューターはちょっと後でお見せします。はい、アウトソールはオレンジ一色。このアウトソールだけ見るとね結構派手派手感がありますけども、ここはね普段あんまり見える場所じゃないんでいいかなと思います。あれ、このナイキの周りの模様がなんか変わっていつもと違う気がするんですけど、ちょっと待ってください。最近あれなんか変わったかな。今これシャドウ 2.0 をちょっと出しましたけども、見比べてみると、あー、このアウトソールのデザインがなんか変わりましたね。今これこっちがちょっと黒で見づらいかもしれませんけど、黒じゃ分かりづらいね。今ちょっと別のモデルのアウトソールを出しましたけども、ちょっとこう見ていただくと若干ですけども模様の作りが変わってます。オレンジのこっちが今日紹介しているエレクトロオレンジですけども、こっちの赤のアウトソールと見比べてもらうと、円のとこのこの模様とかこのナイキのスウッシュのとこの模様とかが、これはね多分入り方の違いだけなのかなって思ったりもしますけども、この円のとこのこのギザギザの模様ですけども、今までは結構まあこう見ていただくと強めに入っていたのが、今回のこのエレクトロオレンジの方はうっすらですよね。模様が細かくなってます。そういった違いもありますね。まあこれはね誤差の範疇なのか、あえて変えてきたのかはちょっと分かりませんけども、見た目はかなり変わってます。ちょっと違和感があったんで今比較してみました。あ、こっちじゃない。はい、ということでアウトソールがこんな感じですね。全体的なデザインはいつもと一緒です。はい、でミッドソールはホワイトですね。ミッドソールのデザインは今これシャドウ 2.0 ですけども、そんなに変わりないかな。エレクトロオレンジで、こっちがシャドウ 2.0。 ミッドソールは一緒ですね。はい、じゃあ続けてアッパーの部分、シュータンいきますけども、あともう一つ今回特徴的なのがこのシュータンですね。シュータンのナイキエアーが、まあ通常は一色でナイキエアーってスウッシュも含めて一色が多いんですけども、今回スウッシュの部分だけがオレンジになっていてちょっとレトロ感があっていいですね。シュータンのこのロゴは僕はこれはありだと思います。通常の OG 仕様のナイキエアーにちょっと色が変わってるだけですけども、でナイキにもスウッシュにも R が入っているといった感じで、これは非常に僕はいいと思います。まあ OG モデルと比べるとやっぱりちょっと違うんですけども、これはこれでいいかなと思います。で、続けて、シュータンの内側ですね。はい、こんな感じですね。通常と一緒です。で、インソール外しますけども、お、なるほど。ちょっとインソール外しますね。インソールが今回面白いですね。ちょっと普通とは違う。あれ、これは今回のはなかなか強敵ですぞ。べったりくっついてるね。ちょっと外すのやめときます。今回のこのエレクトロオレンジは
インソールがかなり、まあこれも個体差あるかもしれませんけども、僕のエレクトロオレンジはかなりべっとりくっついてます。今までで一番ですね。ちょっと今これ内側から手入れて外そうかと思ったんですけど、これは今無理に剥がすとちょっと破れちゃいそうなんで、しばらくね、この粘着力が落ちるまで待ってからにしたいと思います。なんで外したかったかっていうと、インソールが今回面白いですね。今までとちょっと違う。こんな感じなんですね。ナイキエアーと。いつものインソールとは全く違う感じで、こうなんかちょっとボックスチックな四角が入っていて、ナイキエアーと。で、ナイキエアーのプリントも今までよりはちょっと大きい感じがしますね。今見比べてみましたけども、今までのナイキエアーより大きいですね。文字が。こんな感じで入ってます。これはこれでいいですね。ただこの周りの点線と四角の線の部分は、これは多分このまま履いたらすぐなくなると思います。これを残しときたい方はインソールを交換される方がいいかなと思いますが、ちょっと僕のはですね、かなり頑丈にくっついてるんで、なんか変わったのかな？インソールがちょっと外してお見せできませんでしたけども、そこはすいません。ちょっとご了承ください。このエレクトロオレンジ、まあ、購入された方、簡単に外せるんであれば大丈夫だと思いますけども、僕みたいにべっとりくっついちゃってる方は、あんまり無理されない方がいいかなと思います。ちょっとゆったりめで履かれてる方は、この上にインソール入れても、履けますので、そこら辺もちょっと検討されてみる方がいいかなと思います。続いて黒タグの方はこちらですね。品番が 555-088-180 となっております。で、替えのシューレースが今回2色ですね。ホワイトとオレンジがついてます。で、最初からついてきてるのがこのブラックですね。じゃあちょっとこの辺はね、もう外しちゃいましょう。こんなとこにスニーダンのやつも隠れてましたね。これはいらないんで切っちゃいます。で、黒タグも切断完了ということで、僕のレビューでは恒例になりましたけども、この付属の替えのシューレース、白とオレンジ、あともともとついていた黒、これをそれぞれ通してみて、どんな感じになるのかをお伝えしてレビューの方終わりたいと思います。その前にすいません、1個忘れました。この内側の商品タグですね。これもちょっとお見せしときましょう。ジョーダン1はシューレース通ってないんで、これお見せするの簡単なんですね。あ、もうだいぶ前に作られてたんですね。2021年の1月6日から2月の27日ぐらいに作られたやつってことですね。はい、ではじゃあシューレースの方を通したやつをお見せします。最初からついてきたブラックと、まあ、あと今回注目のカラーのオレンジですね。2色通してみました。ブラックから。まあ、ブラックの方はもうね、ド定番で間違いないですね。非常にこう締まってシンプルでいいかなと思います。横から見るとこんな感じですね。はい。で、上がこんな感じですね。オレンジがこんな感じですね。オレンジに変えるとまた全然違った雰囲気で、これはこれでね、非常にいいかなと思います。こんな感じですね。上まで通してないとかね、終端通ってないとか、そういうのは勘弁してください。さっと通してますので。上から見るとこんな感じですね。これはこれでね、すごくいいかなと思います。続いてね、このオレンジを白に変えてみましょう。ホワイトもね、まあ定番ですよね。間違いないですね。で、今回白を基調にしているんで、シンプルに履くなら白もありかなといった感じですね。はい、白がこんな感じです。いや、すごくいいですね。こんな感じですね、白が。はい、ということで本日はこちらのエアージョーダン1のエレクトロオレンジを紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。僕のね、率直な感想ですけども、これ非常に僕的にはかっこいいと思いますし、気に入りました。なんでこれこんなに巷で人気がないのかちょっと自分ではよくわかりませんけども、カラー的にもすごくシンプルですし、一つ言えばね、このヒールがもしブラックとかだったらなお良かったのかなって気はしてます。このヒールの部分ですね。ここがホワイトだから、まあ色味的にもうちょっと黒があっても良かったのかなと。オレンジはこのぐらいでいいとして、これは個人的にですけど、こう見るとね、かなりつま黒っぽいですし、個人的にはかなり気に入りました。はい、ということで、本日はいつも以上に簡単なレビューではございましたけども、レビューの方は以上となります。で、次の動画なんですけども、ちょっとインスタとかにも最近ちょこちょこ投稿したんですけども、前ご紹介したキスとニューバランスのコラボレーションモデルの RC1300 で、レビューの時から履き心地があって話をしていて、視聴者の方からも
ぜひ動画にというご要望もいただきまして、僕の方もあの後1日歩いたりして何回か検証を重ねた結果、やっぱり履き心地がですね、第一印象の通りあんまりよろしくないと。まああんまりというのはだいぶ柔らかく言ってますけども、僕的にはかなり足に合わなくて、履くたんびにちょっと足が痛くなってしまうような状況なんですね。これはあくまでも僕個人的な意見なんで、皆さんに当てはまるお話ではないと思いますし、アウトソール、ミッドソールの履き心地がいいなと思う方もたくさんいらっしゃると思いますが、僕の足には合わなかったということで、このままにしとくと僕もあれ履かなくなってしまうと思うんですね。どうしても痛くなるっていうのが頭の中にあると履けなくなっちゃうなっていうのもあるんで、履き心地を改善するべくですね、視聴者様からもリクエストをいただいたので、いろいろとインソールを変えてみたりして履き心地をですね変えようといろいろと試しておりますので、次はそれを完結編でお送りできないかもしれませんが、途中経過、まあ皆さん見ていただく皆さんからすると一通り一つのものが完結した方がパッと見れるんでいいかと思うんですけども、これ完結するまでには結構時間がかかりそうなんで、今お話ししている内容をもうちょっと細かく噛み砕いてお伝えしていこうかなと思います。はい、ということで話が長くなりましたけども、本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。